失点も減らす努力をしたら点が取れなくなったり、うん、点が取れるようになったら失点が増えたり、はい、本当にそのあたりは林さん難しいですからね。このルーズボールはノーノがつなぐ。諸岡クロス、うん、柴崎ハーフボレーでギャップに入り込んでボールを受けました。木村雄大、山見、カットイン、はい、山見つながった。木村雄大よく手が出ました。早川、これも名護がキッカーです。今シーズン7アシストの名護、中央スラッシュ、きたよく触りました。マテウスの左手が出ました。山田風紀、安西のファウルがありましたがアドバンテージ適用。斉藤が入れてファーサイド、山見コントロール、山見打った、クロスバー。サイドを変えた先にはクロス、これは奪ってカウンター、ベルディ山見です。鈴木、山見カットイン、山見打った、こぼれ球、ラインを割りました。いいシュートでした。からこれもつながる、諸岡キープ、さあ中には名護、諸岡行く、諸岡中へ、名護だ、名護これも止めました。マテウス、綱島、中に持ち出します。綱島、おー止まった、山見だ、センターバックの持ち運び、そこからのスルーパスを山見が決めました。63分先制、東京ベルディ。いや、この綱島の持ち運びですよね、はい、これに 0.5 点上げたいですね、でも調子いいのでニアウェイ振り抜くと、でもここにもやっぱり山見の技術が詰まってますよね、はい、うん、キーパー見てしっかりニアウェイ狙ってますし、インステップで対角蹴るのを見せながらもニア上なので早くは対応しにくいですよね、いや見事なゴールでしたね。いや広げます、柴崎、左足でクロス、上田のシュート、ヘッド、こぼれ球シュート、ナイスクリア。2つ目もマテウスの足か、はい、考えての起用なんではないでしょうか。これはインターセプト、斉藤打った、こぼれ球、山見、ベルディに追加点、2対0。乗ってる男にボールがこぼれました。ノリノリですね、はい、キレキレでノリノリですからね。少し柴崎も迎えに行きたかったですね、ボールに、はい、待ってしまったので、まあ、このサイトの出足もいいですけど、早川よく触ったんですけどね。ですね。まあ、前半からこのサイトの出足も非常にいいですよね、はい、途中から出てきてますし。名護です、アリークロス、いいボールだ、田川、うん、拾った、藤井、藤井打った、ハンド、綱島のクリア、オンフィールドレビューです。これでも見ても簡単じゃないですよね、はい、本当に林さんおっしゃるように肘をこう出した分ハンドに見えがちなんですが、はい、PK です。ということは、さあ鈴木優真、決めました、分からなくなりました、2対1。ここで90分を経過、ただアディショナルタイムは長くなるはずです。そしてこのタイミングで鹿島は3人替え、試合終了、逃げ切りました東京ヴェルディ。